まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。無失点での優勝でした。先ほどの決勝戦の振り返りお願いいたします。まあ前半は自分たちのやりたいことが思うようにさせてもらえず、まあ、後半も相手に攻め込まれる時間帯があって苦しい試合だったんですけど、まあ、結果的に 2-0 っていう形で終われてホッとします。ありがとうございます。次のインターハイや選手権の意気込みお願いいたします。まずインターハイが直近なのでインターハイをもうしっかり優勝して選手権も無失点優勝で全国行きたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。